モバイクは北京市に本社を置く中国の自転車シェアリングサービス。北京モバイクテクノロジーによって運営される世界最大の自転車シェアリング事業者であり、2016年12月には上海市が世界最大の自転車シェアリング都市になった。2017年6月、モバイクはテンセントが率いるシリーズ E 資金、調達ラウンドで6億ドルを調達し、 2017年だけで10億ドル近い資金を調達した。2018年4月、中国の美談店票が、モバイクの企業価値を約34億ドルと評価し、債務7億ドルを引き受けた上で、約27億ドルで買収した。買収金額のうち65%が現金、残り35%が美談店票の株式によって支払われる。北京市会予読にある、 モバイク現在もバイクは数十の中国の都市で事業を行っており、北京、上海、広州、新鮮、生徒、蘭州、ネーハ、アモイ、フッツさん、長会、調査、合皮諏ワ島、海口、特用、南寧、清央、西安、雲州及び武漢などが含まれる。2017年3月21日に、 シンガポールでの事業が始まった2017年の夏にもバイクはマンチェスター、フィレンツェ、ミラノで事業を開始し9月にロンドンでも事業を始める予定である2017年8月23日、モバイクの日本法人モバイクジャパンは北海道札幌市で日本初の事業をスタートした。ルールに則っ,った場所であれば自転車の乗り捨てが可能な中国事業とは異なり、 日本では放置自転車問題により、協力企業の駐輪スペースが利用と返却の拠点となる。企業が説明しているように、モバイクは目的地まで歩くには遠すぎるが、タクシーを見つけるための遅延やコストを正当化するには近すぎるという通勤者が直面するラストワンマイル問題の解決を意図している。ドイツのコールアバイクと同様に、すべてのモバイクの自転車はネットでコントロールする。 電子錠が備え付けられており、自動でアンロックするが、使用後は手動でロックしなければならない。モバイクの自転車は後輪のハブに備え付けられた小型の発電機で供給される電力でロックを動作させる。特許取得済みのディスクブレーキは1万キロ以上の走行に耐えるとされている。モバイクの自転車は2種類あり、両方ともアンロックするために、 独自の QR コードをスキャンする必要がある、識別番号が表示されているクラシックモバイク。小文字の02例は、関東省公衆市に割り当てられた自転車を意味する、クラシックモバイク、または、モバイクは、モバイク自転車の基本タイプである。アルミニウム製の V 字型の車体で、パンク防止タイヤ及びドライブシャフトを有している。耐久性の向上とメンテナンス費用の低減のために、 従来のワイヤースポークの代わりに2つの厚い平行の金属棒が5組あり、それぞれが72度間隔で位置している。各自転車の識別番号は車体後部に表示されている。利用者はスマートロックと共にハンドルの底部に表示されている QR コードをスキャンする。シート、ハンドルバー、ロックは黒色で、リムはオレンジ色、車体はメタリックシルバーである。 一部ユーザーはクラシックモバイクの重量、自転車カゴの欠如及び最初の乗車でバランスを取り続けることの難しさについて不満を持っていたことからもバイクの第二世代、モバイクライトの開発がスタートした。クラシックモバイクのレンタル費用は30分あたり1元である。非公式に第二世代として知られているモバイクライトは日常の使用により適した軽量かつ安全な。 自転車へのモバイクの妥協である。クラシックモバイクの72度のスポークからシンプルなワイヤーに戻り、後輪のトルクの供給に従来のローラーチェーンを使用した。識別番号はチェーンを保護するプラスチックパネルの右側に移動され、ハンドルの底部にあった QR コードは後部のフェンダーの端に移動された。モバイクライトはバッグなどの持ち物を入れることができるネット上の 金属製加護が備え付けられているほか、QR ロックと GPS 追跡機に電力を供給するソーラーパネル機能が搭載されている。クラシック、モバイクと差別化するために自転車のタイヤは橙々色になっている。関東省のモバイクライト自転車。トランスミッションシステムが露出しているクラシック、モバイクとは異なり、モバイクライトのレンタル費用は30分あたり0.5元である。 クラシックもバイクも第一世代のモバイクライトも調節可能なシートを備えておらずユーザーから批判された。企業のプレスリリースによればクラシックとライト両方の第二世代の自転車がサービス地域に少数配置されている。報道では第二世代の自転車のキックスタンドは過去世代の硬質プラスチック製より耐久力のあるアルミニウム製であると示唆されていた。同様に 第2世代の自転車には、シートの底部近くの小型金属タブを押し下げることによって、シートを調節可能になると述べられた。最終的に、第2世代のクラシックもバイクも、また自転車カゴを備えた。第2世代のモバイクライトの配色計画アリムが、大々色に変更され、タイヤは黒に戻った。専用アプリを使うことでも、バイクの自転車を利用でき、 モバイクの自転車の意図的な損傷を防止するために前、持って299件の登録料の預け入れが求められる。各ユーザーは個人番号とともに電話番号を使って登録する。個人番号を通じてソフトウェアは自動的に14歳以下のアプリの利用を不許可にする。自転車を使うためにユーザーはアプリ内のと表示されている黒いボタンを押し、 QR コードスキャンインターフェースを表示させる。ユーザーは自転車の QR コードをスキャンエリア内で撮影する必要があり、コードのスキャン成功時には低いビープオンが鳴る。スキャンに成功した後、画面上にアンロックの進捗を示すプログレスバーが表示される。アンロックが成功すると短いビープオンが3回なり、自転車の電子ロックが解除される。アプリでは、 プログレスバーが100%になり、成功の通知が短時間表示され、その後レンタル時のインターフェースに置き換わる。このインターフェースは、走行距離、利用時間、ユーザーが自転車を使って消費したエネルギー数、また自転車数と自転車の使用推定料金を示す、オレンジのバナーを記録している。インターフェースに表示される最初の3つの統計値は、 ユーザーページの合計値に加算されるが、費用はユーザーのアカウントから差し引かれる。バーが98%になった後数秒経っても、ロックが解除されないときはユーザーにエラーが発生したと伝え、再試行するか別の自転車に変更するよう求められる。モバイクはオフラインサービスを提供していないのでも、バイクアプリはリープ、または V チャルットペイを通じたオンライン取引のみ受け付ける。 サービスを利用するためには前もって払い戻し可能な登録費用299元の預け入れが必要である。手続きを単純にするために、モバイクの自転車を使う前に、各ユーザーはアカウントに最低1元あることが必要である。仮にアカウントに金がないユーザーが乗ろうとした場合、自転車に乗る前にアカウントにチャージするよう求める通知が出る代わりに、 アカウント評価ページが表示される。自転車を手動ロックした後、ロックされたことを示す短いビープ音が2回なり、続けて利用料金の支払いを受付後により早い3音のビープ音が鳴る。モバイクはアカウントのマイナス評価ができるようになっており、現在一定額の金を未払いのユーザーはアカウント評価ページに引くマークが表示される。これらのユーザーは、 一元未満のアカウントという基準を満たしているので、未払い金を返済し、アカウントに最低一元を入れるまでも、バイクの自転車の使用は許可されない。ユーザーは、アカウントの価値が0元以上であれば、いつでも自由にサービスから、預け入れ金を引き出すことができ、いつでも自由にサービスに再加入できる。しかしながら、未払い金があるユーザーは支払いを得るまで引き出すことはできない。 モバイクアプリはユーザーの行動を追跡するためにクレジットスコアシステムを使用している。新規アカウントはスコア100から始まる。スコア80未満のユーザーは30分あたり100元に価格が急上昇する。スコア0のユーザーはモバイクの使用を永久的に禁止される。もしユーザーが誤ってスコアが減少していると考えているときは問題を。 ネガティブレコードページに報告することができ、スタッフが状況を評価する。ユーザーのスコアが62点に落ちたら、自転車の駐車違反を18回報告するか通常の乗車を18回行って80点まで戻す。ユーザーが自転車でサービスエリア外に出た場合、レンタル費用は30分間ごとに100元に上昇するが、エリア内に戻れば価格は元に戻る。ありがとうございます。